サイパルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回は5月の星空をご紹介しましょう。5月は太陽の沈む時刻が遅くなってくる頃ですので、今日は午後9時の空をご紹介します。今の時期は空の高いところに7つの星が水を汲むときに使う道具、柄杓のような形に並んでいます。この星の並びは北斗七星と言います。北斗七星は中国で付けられた呼び名で、斗というのは柄杓のようなマスのことを示しており、北の空で7つの星が作るマスという意味です。北斗七星はその形から様々な国でスプーンや乗り物、また日本では鯉のぼりにも見立てられています。北斗七星は大熊座のお尻から尻尾の部分を作る星の並びです。北斗七星は北の方角を示す星、北極星を探す他にも春の星座を探す目印になります。柄杓の形をした北斗七星の持ち手の部分をそのまま先の方へ伸ばしていくと、明るいオレンジ色の星と青白い星が見つかります。オレンジ色の星はアルクトゥールス、青白い星はスピカと言います。春の夜空には明るく目立つ星は多くありません。そんな中、仲良く登ってくるアルクトゥールスとスピカは夫婦星とも呼ばれています。北斗七星からスピカまで描かれる緩やかなカーブを春の大曲線と言います。アルクトゥールスには熊の番人という意味があり、2匹の猟犬たちを従えて熊を見張っているようにも見える牛飼い座の一等星です。2匹の犬は猟犬座です。一方スピカは尖ったものという意味があり、乙女座が手にしている麦の方を表しています。乙女座は農業の女神デーメテール、または正義の女神アストライアの姿とされています。それぞれの姿を象徴するかのように、左手には麦、右手には正義のシンボルである羽ペンを持っています。乙女座の足元にある天秤座は、女神アストライアが人の善悪の重さを測るために使った天秤だそうです。アルクトゥールスとスピカ、そしてもう一つ明るい星を結ぶと大きな三角が出来上がります。これは春の大三角といい、星座を探す目印になります。春の大三角を作るこちらの星は二等星のデネボラです。デネボラとは獅子の尾という意味で、獅子座の尻尾の星です。デネボラから結ぶ小さな三角は獅子のお尻のあたり、これよりも西側に見つかるハテナマークをひっくり返したような星の並びは獅子のたてがみの部分です。そして獅子の胸のあたりで輝いているのが全天で一番暗い一等星レグルスです。レグルスには小さな王様という意味があります。百獣の王にふさわしい一等星ですね。獅子座はギリシャ神話の英雄ヘルクレスに退治された人食いライオンです。獅子座の前には同じくヘルクレスに退治された
バケガニの星座、カニ座があります。そしてもう一つ、ヘルクレスに退治されてしまった怪物の星座があります。それは一番大きな星座ですが、皆さん見つけられたでしょうか？このとても大きな星座は海蛇座です。海蛇座は頭から尻尾が昇るまで約9時間もかかります。海蛇座は大きな星座ですが、明るい星が少なく見つけることが難しい星座です。海蛇座の見つけ方は心臓のあたりにある赤い星、二等星のアルファルトが目印です。孤独な星という意味で、周りに明るい星がないことからこのような名が付けられました。海蛇座は全天で88星座あるうち一番大きな星座です。2番目に大きな星座は乙女座。そして3番目に大きな星座は大熊座です。5月の夜空は大きな星座トップ3が揃っていますので、ぜひ探してみてくださいね。今日はサイパルチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。